はい、おはようございます。ナキです。ですね、リオなんですけど、今ですね、サークル系で、モンスターエナジーを2本買うとステッカーがもらえるということで、6本買いました。モンスターエナジー6本買って、ついてたステッカーに、このモンスターのこの、詰め鍵ステッカーで、ついてたのがこの、マンウィズミッションのステッカーとで、6本買ったもんでステッカー3つあるわけですね。でここに鍵詰めステッカーで、ここにモンスター&マンウィズミッションのこの、ステッカーで、こっち側にまた鍵詰めステッカーと。で、全くノーマルであまり変わってないんですけど、ステッカーだけ、貼ってみました。で、ちょっとですね、遠くから引いてみると、ちょっとこう、アクセントになってるんじゃないかなと。で、また今度いつかですね、このルート7班ステッカーがどんどん取れてしまって、本当はルート7班ステッカーこうなんですけど、これが、吹いたりなんかしてるうちに剥げてしまって、またルート7班さんにお邪魔して、ステッカー買いたいかなと思ってます。でちょっとゲンチャリツーリングをしたいんで、会社の人と行きたいなという、私、友達がどんどん少なくなっている孤独なおじさんなんで、行ってくれるかどうか分かんないんですけど、もし無理だったら一人で行こうかなと。もう最悪ですね、この質問のディオを貸して、で僕はもう一台ある株で、強引に行こうかなと、そんなことも考えたりしてます。とにかく、バイクで遊ぶ友達が欲しいですね。今全然そういう一緒に走りに行ったりする人がいないんで寂しいもんですね。で今から何するかっていうと、旅行というか研修に行くんで、そのために歯ブラシとかですね、タオルをですね、ダイソーに買いに行こうかなと思います。それもですね、研修なんで、あとカバンも買ったんですけど、そのカバンの中にいろいろ着替えとかそんなもん入れて、とにかく使い捨ての歯ブラシが欲しいかなっていう感じですね。研修一泊なんで、ダイソーのタオルでいいかなっていう感じですね。じゃあ今から買いに行ってご飯食べます。ランチどこで食べようかまだ決めてません。それではナーキーでした。